制限区域、道路から外れるなという警告。ウーメラ立ち入り制限区域内を通過するスチュアートハイウェイより撮影。ウーメラ立ち入り制限区域は南オーストラリア州中部に所在する平器試験地区のこと。南オーストラリア州中部から南東部にかけて広がり、アデレードの北北西約4 5 0トルに位置している。ウーメラ立ち入り制限区域は十二万七千。 平方キロメートルの面積を持つ世界最大の地上軍実験、演習施設及び航空宇宙施設である。その領域の大きさはイングランド1つ分もしくは九州約四つ分に匹敵する。地勢としては若干の塩水湖、砂丘及び目砂丘を除けば大部分が不毛な砂漠で構成されるためウーメラ砂漠とも呼ばれる。ウーメラ村はここでの各種業務に携わる。 人々のために設立された。ウーメラ立ち入り制限区域は、軍用式在試験の目的のために、オーストラリア国防軍の規制下に置く宣告がなされる、ことがある。時々、このような規制は、その他の活動でなされることもある。オーストラリア国内法で違法とされる行為としては、防衛施設に対する写真撮影、描画、写生などがあり、国防当局による検閲などがなされることがある。 立ち入り制限区域を縦断するスチュアートハイウェイについては一般通行者が道路からそれて立ち入り禁止区域内に入ることは罰則の対象となる。時々スチュアートハイウェイは禁止区域内での各種業務のため道路封鎖されることがある。このような場合は通常短期間の規制が公共に警告通知される。立ち入り制限区域内のその他の道路を走行する。 トラックについては、立ち入り標識を備える。アンビーデルハイウェイを横断する一般市民は、クーバーペディからエミュージャンクションまでは2つの通行証を得なければ、ならない。ウーメラ区域統制官によるものと環境省の現地、担当機関で発行される通行証がそれである。立ち入り制限区域内には、先住民にとり重要な場所が含まれている。 これらの場所に対し損害を与えた場合には、いかなる人であっても、最高5万オーストラリアドルの罰金が課せられる。立ち入り制限区域内には、ロケットの部品や発射体及び不発弾と遭遇する可能性があり、これらの危険物については緑に取り扱ってはならず、発見物の種類と位置を、ウーメラ区域統制官に報告しなければならない。年月日には、 日本の小惑星探査機、はやぶさのカプセル落着のためスチュアートハイウェイのクーバー、ベディとグレンダンボの間が6月13日22時から2時間に渡り封鎖された。2020年12月6日には日本の小惑星探査機、はやぶさ2から分離されたカプセルが着陸した。ありがとうございます。